いただきます。ということで、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。どうも、今日はおそばをつるつるにきにきなすにさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、ビッグハウス北上のね、ビッグハウスがアークスに変わって北上警察署の前にある十割そば会に行ってまいりました。はい、私ここはですね、朝ごはんでね、よく行くお店でしてね、はい、やっぱり朝だとね、納豆とかね、そういうのをね、食べたくなるわけですよ。なのでね、お蕎麦と、はい、こういうような丼をね、はい、セットでね、頼みまして、私はずるずると蕎麦をすするわけであります。はい、ありんすー。はい。蕎麦はね、こちらね、まあ皆さん行ったことある人はいると思いますけどね、お蕎麦はね、大盛りは無料です。はい、お蕎麦の大盛り無料です。かなりね、リーズナブルなね、お店だと私は思ってます。はい、この味に対して、はい、この量に対して、はい、このボリュームに対してね、はい、このセットでね、爆弾丼とね、盛りそば、そして大盛り無料のね、そばが盛りそばでね、はい、こちらで税込み1000円ぽっきりですよ。はい、安いですよね。多分行かれた方はね、みんな分かってると思うんですけどね、うん、ほんとね、ここのお店めちゃめちゃ安いと思います。はい、天ぷらもね、いろいろ天丼とかね、はい、アナゴ天丼とかね、あ、かき揚げもね、大きいかき揚げとかね、いろいろありますよ。はい、で、お弁当みたいなね、のり弁みたいな感じのがそばについてきたりとか、いるメニューはね、豊富でね、しかも安い。はい、お腹いっぱいになりたい方はね、ここに行ってね、食べた方がいいと思います。はい、めちゃめちゃ美味しいです。そしてこのね、爆弾丼もね、めちゃめちゃ私好きなんですよ。やっぱね、朝食でね、やっぱね、こうなんか足りない、物足りない時があるわけで、そばだけじゃ足りないのがなす兄さんなんでね、はい、そういう時にね、ここに来てよく食べてます。はい、この爆弾丼もめちゃめちゃ美味しいと私は思います。はい、そんな感じでね、夏なんでね、そばなんて皆さんどうですかっていうことで、美味しいとろろ、マグロ、半熟卵、納豆、海苔、ネギ、わさびをね、このペロッとね、白米にかけたのをね、ペロッとね、食べ終わりましてね、はい、そしてね、ざるそばもね、これをね、ペロッとかけ、もうかけ込んでね、すすってね、食べ終わりますけどね、はい、私はね、ザルそばよりもね、盛りそばの盛りそば派です。はい、どちらかというとザルそばよりは盛りそば派です。はい、ザルそばと盛りそば何が違うか分かりますか？皆さん知ってる人は知ってるんでしょうね。私は最初なんでし、なんだか知らないですけど、はい、盛りそばとはザルそばとは、はい、海苔がかかってないだけです刻み海苔がかかってるかかかってないかの違いです。はい、それでね、100円ぐらい違うんだからね、はい、私ね、ザルそばに意外と、はい、海苔はいらないなと思ってますんで、刻み海苔は別にいらないんで、はい、いつも盛りそばで食べてます。はい、ということでね、皆さん暑いんでね、もう夏が来てますね。夏が来るだよ、ほんとね、もう夏が来てますんでね、皆さんね、熱中症に注意しながらね、たくさん食べてね、栄養をつけてね、はい、この今年の2023年の夏も乗り切ろうじゃないか。はい、十割そば会で食べて、納豆とかいっぱい食べて乗り切りましょう。ごちそうさまでした。